皆さんこんにちは。今日は重心ですね。で、この重心は、えー、1点しかありません。三角形でなくてもいいわけですが、例えばですね、三角形を紐で吊るします。ここに穴を開けて紐を吊る,吊る,吊るしますね。すると、まあ、少しこう傾いたりしますね。 でこの線をこう引っ張っていくとこれ必ず重心を通ってるんですねで重心がこの垂直のラインに来た時にこっちにも行かないこっちにも行かないそこで止まるということですこれを繰り返せばいいですこのラインをまず書いておいてでこの三角形を今度は、えー、別の ところに穴を開けてやるとこうですね重心ででここ書でいたラインがですねえここで書いたラインがこうあったとすればこの重なったところここは重心ですねでここはあの鉛筆で支えたらえー 鉛筆で支えるとバランスが取れますで重心の定義っていうのは何かっていうとまあ,あ物理的にちょっとごちゃごちゃした定義があるんですがここではですね一応モーメントですねモーメント、えー、回転力ですね回転力がつり合った時。 そのうう時にここで止まるということです。で、いつ回転力が釣り合うのかっていうことですが、えー、例えば、えー、X ですね。Y。で、これが 0.5X のラインとして、これがマイナス 0.5X のラインとしてですね。で、ここが垂直になるような ななって止ままるようなところですね、まあ、重心がここにあるとすればここで穴をつけて紐で吊るせばですね三角形がこうやってバランス取ってるわけですねこれは何かっていうと、えー、ここで紐を吊るせばですねこのモーメントが釣り合うということですねでモーメントは何かっていうとこの M1 質量ですね M2 この重力が MG でこのアームがありますアームが L1 で L2 でモーメントっていうのは L1MG が L2MG になると釣り合う時ですねだからこのアームが必要なんですよね でこの場合アームはどう考えるかっていうと例えばこれが長さが B としてこの三角形長さが B ですねここまでがでこの重心のところを A とするとですね、えー、アームはですね例えばここにある重いものはこうですけど実際のアームはこれだけだということで ここに短冊を作るわけですねで、皆さんの好きな積分をするわけです。この短冊を作ってどうやるかっていうと A から B の積分ですね。で右側のモーメントが A から B の積分この短冊の高さが。 0.5x ですから、下に0.5だから足して 0.5x プラス 0.5x ですね。短冊の長さですね。それにアームがこの x ですね。それに、デン y ティ、デン i ティをかければいいわけですね。 掛けの厚み、えー、d これは何のことはないこの面積あたりの重さということですね。それから Dx とこれが、えー、こちらのモーメントはですね、えー、0から a の、えー 同じくだから、x、ですね。そして、えー、このアームがこれ x じゃないですねよく考えるとその x−a ですねでここはアームが x ですねいや x じゃないですねこれも a−a−x ですねこっからの距離ですから。 a マイナスの x ですねそれで Dx とやればいいわけです。これが等しくなるところの A を探せばですね、ここに重心があるということが分かるわけです。で、これはですね a x、Ax-x の2乗の0から ADx ですから、 A の2分の X の2乗マイナス2分の1の X の3乗 0A ですねだから A の3乗これ A 入れると3乗 A の3乗で0これが0えここゼ0ですね A 入れると0で0入れると 0。えおかしいね。どうしてあこれ0じゃないですね。A 入れると2乗だから間違ってます。3乗じゃないから。 A の3乗なの a の a 乗になっちゃうんだ。A のあこれが3分の1ですね2分の1じゃないですか説明したら。A の3乗の2分の1マイナス3分の1とですねだから6分,6分の1と A の3乗と。で右側のモーメントがえー x の2乗マイナス ax これを a から b まで積分したものですねということは3分の 1x の3乗マイナス2分の 1a の x の2乗これに a と b を入れたものということはこの b の b の3乗3分の b の3乗マイナス、えー、2分の ab2 乗とこれマイナス今度は a を入れたもの a を入れるとどうなるかっていうとえー、3分の a の3乗プラス a の3乗の2分の1ということでえー b の3乗の3分の1マイナス ab の2乗2分の1、えー、これは逆ですからマイナスの a の2乗でこれをイーコールとすれば、えー、3乗ですね。 これが右と左イーコールとして A を解けばいいわけです。で 3, 3次方程式の A が入っている B はコンストですね定数としてこれを解けば答えが3つ出てきてそのうちの1つが真の解ということになります。 だからこういう方法で A を見つければですねちょうどこの A の距離のところで穴を開けてこう吊るすとピタッとこう三角形がこういう風に止まるということですね。でこれを今度は三角形を方向を変えてまた吊るせばですねラインが2つこれですねラインが2つできてその交点が重心となります。 でこの重心はどこで吊るしても必ず P を通りますね。この垂直ラインは、T、P を通ります。それは物理的にその P が重心であって、えー、どういうふうに吊るそうが必ずその重心がその垂直線上にあるということになります。いいですかこれあのあの三角形でなくてもいいわけですよね。ははい、今日はここまで。 今日の単語はですね、abduct.abduct と abduct いうのはあの誘拐するということですね。Uh, he was abducted in the Philippines and, and demanded for、um, money to release him ですね。彼をリリースするためのマネー、uh, お金を要求されたと。それから abnormal というのは、uh, 通常じゃない。へんてこなということですね。 She behave abnormal. She is abnormal. っていうようなこと。彼女、today。今日、彼女なんか普通じゃないな。abnormal ということですね。はい、今日はここまで。